黒さん、またブルースハーモニカ音頭で参考にした方がいいブルースマンをちょっと紹介してくださいよ。今日紹介するのはブルースマンというわけじゃないんだが、かなり有名なハーピストだ。リー・オスカーだ。知ってるな？ああ、リー・オスカーハーモニカっていうハーモニカでも有名ですよね。うん、そうだ。リー・オスカーはテンフォールズの奏者の中では珍しく、メジャーなメロディーでハーモニカを吹いている。リー・オスカーのハーモニカを説明するためには、そのテンフォールズで無理だから、ちょっとハーモニカを持ち帰る。少し待ってろ。よし、持ち帰った。今から使うのは、リー・オスカーモデルのメロディーメーカーだ。リー・オスカーモデルは、キーの選び方が難しい。リー・オスカーモデルの A のキーで、セカンドポジションで、ちょっとリー・オスカー風に吹いてみる。聞いてろ。ワン、ツー、スリそうですよね。リー・オスカーはなんかポップな感じしますよね。うん、爽やかだな。けれど、ブルースハーモニカ音頭のようなマイナーな曲を吹く場合には、今のメロディーメーカーでは合わない。今度はリー・オスカーモデルのナチュラルマイナーモデルを使うことになる。ちょっと持ち帰るぞ。持ち帰った。これはナチュラルマイナーモデルの A マイナー。それをセカンドポジションで今から吹く。同じ吹き方でも全く違うメロディーになる。聞いてろ。こんなだ。ああ、渋いですね。さすがですね。ナチュラルマイナーモデルいいですね。じゃあこのナチュラルマイナーモデルで今回ハーモニカ音頭を吹くんですか？そうだ。今回はリオスカーモデルのナチュラルマイナーの A マイナーのキーのセカンドポジションを使ってブルースハーモニカ音頭を吹いてみよう。リオスカーもいろんな曲を演奏してるけど、これは古沢良二郎さんとレコーディングしたあの頃という曲の中でリオスカーが吹いてたフレージングが今回の参考になると思う。そんな感じでちょっとやってみろ。はい、ちょっとやってみますね。こんな感じですか、アモさん。うん、そんなところだろうな。みんなもブルースハーモニカ音頭のカラオケを利用して、どんどんハーモニカを上手くなってくれよ。またな。